チャージ機とは電子マネー、IC カード乗車券やプリペイドカードに残高をチャージする機器を言う。事業者によっては入金機とも言う場合がある。英語ではアドバリューマシンという。また、中国語でのうち、中国では臓器、台湾では火器という。なお、チャージは和製英語であり、本来はトップアップという。鉄道系。 IC カードのチャージ機 UU のチャージ船に置新宿駅の切符売り場にあるチャージ機電子マネー、IC カード乗車券やプリペイドカードにチャージする機器や方法は様々であり、連携した金融機関口座からのチャージ、登録したクレジットカード等からのチャージ、金融機関、またはコンビニ店頭の ATM を用い現金等によるチャージ、コンビニ店頭レジで現金等による チャージなどがある。このうち、チャージ専用に特化した機器のみを、チャージ機と呼ぶ。レジや自動券売機、自動生産機、ATM などでもチャージできる場合があるが、これらが、チャージ機と呼ばれることはない。IC カード乗車券では、導入事業者の駅構内、主に改札付近やホームなどに、チャージ機が設置、利用されていることがある。 自動券売機や自動生産機などを設置するよりコストが安く設置場所も選ばないなどのメリットがある。特に IC カード乗車券の普及に伴いコスト高な自動生産機を廃止して友人窓口対応としチャージ専用機だけを生産目的に利用させる駅が増えている。AB コトリップ海外版香港焼踏社、2014年127ページ ありがとうございます。